まだまだ続くよ。羊のショーン、ディズニーチャンネル。ヴィランズの次はゾンビーズ。ディセンダント、ディセンダント2のディズニーチャンネルが送るゾンビが踊ってなぜ悪い。ゾンビーズ、この春日本上陸。ディズニーチャンネル。キャンプ危機は変えようこそ。ディズニーチャンネルが送る都会っ子たちのサバイバルキャンプドラマ。キャンプの経験はどれくらい？なし。なんでキャンプリーダーになろうと思ったの？思ってない。キャンプはいいぞ。自然はのどかで、人々はほがらか。クリキーマーカー、危ない集団だ。ケシーの3人がキャンプではちゃめちゃ。キャンプ危機若、新エピソード毎週土曜日夜7時30分、ディズニーチャンネル。キュートに決めてこびまくる。ペンギンズを知ってるかい？キュン。動物園の人気者、しかしその正体は。ペンギンズは秘密部隊。行くぞ。動物園の平和は彼らが守る。我々に任せる。どんな事件でも解決するぞ。どんな敵でもさっさと帰れ。ペンギンズはいつこける。バカ言うな。ザ・ペンギンズ・フロム・マダガスカル、月曜日から金曜日夕方6時から1時間、ディズニーチャンネル。またまた始まるよ。羊のショーン、ディズニーチャンネル。この後はみんなの人気者ミッキーマウスが愉快な仲間とドタバタ大騒ぎ。ミッキーマウス、この後すぐディズニーチャンネル。この後はラプンツェルは今日もプリンセス修行に大忙し。ラプンツェルザシリーズ、ディズニーチャンネルでこの後すぐ。まだまだ続くよ。ラプンツェルザシリーズ、ディズニーチャンネル。1月27日、スターバタフライの新たな物語が幕を開ける。わー、ママおかしなってしもたみたい。ユーに最大の危機に親子の力で立ち向かえ。ステッキはつながってる。居場所がバレる。クールで強い女王はどこ行った。明かされるママの過去。どないしたらええの。ルードを操るトフィーの狙いとは。時間切れやな。私を解放する。バトルも魔法もパワーアップの2時間の特別版。そこから離れなさい。もう遅いママ。スター、悪魔バスタースターバタフライ、ミューニーをかけた戦い。1月27日朝10時30分から日本初放送、ディズニーチャンネル。クララのバカ。マジカルワールドオブディズニーにテレビシリーズアルプスの少女ハイジ総集編が登場。ハイジとクララの絆が。クララが歩くですって。あの子の足はきっと治るでしょう。奇跡を起こす。ハイジ。2部完結でお届けする第2弾。クララが初登場。アルプスの少女ハイジ、ハイジとクララ編。27日土曜日夜8時、マジカルワールドオブディズニー。プリンセスが来たよ。プリンセスと呼ばれると。やだ、ラプンツェルでいいって思っちゃう。プリンセスは国の代表なのだ。そう言われても裸足でお城を駆け回るし。はいや。未来の女王ってタイプじゃない。でもね、どんな女王になるか決めるのはあなた自身なの。自分のやり方で。そうよね。いつか見つける私だけのプリンセス。ラプンツェルザ・シリーズ、土曜日と日曜日朝11時30分ディズニーチャンネル。またまた始まるよ。ラプンツェルザ・シリーズ、ディズニーチャンネル。何やってるんだ。あの、どうも。お邪魔して申し訳ありません。あ、まだまだ続くよ。ラプンツェルザシリーズ、ディズニーチャンネル。アンディ、私は姉じゃない、母親なの。今なんて言った。突然始まった彼女の訳あり人生。実はお姉ちゃんがママで、ママはおばあちゃんだった。信じらんない。
頼りないのよ。母親私なのよ。何これ、アンディ、こんなのおかしいって。一体どうなるこの人生。連続ドラマアンディマック新エピソード、毎週月曜日夜9時、ディズニーチャンネル。ライリーとマヤ、2人が出会う新しい世界、これがガールミーツワールドだ。やる気満々だね。うん、もちろん。ちょっと背伸びしたいお年頃、ガールミーツ大学生のパーティーと思ったら本当に伸びていた。ガールミーツ新庄さん、いつかは働く大人になる。ガールミーツ職業体験、いつかはキュンキュンする恋を。ガールミーツ初デート。待て、大人にならないで。窓は外の世界につながってるのよ。飛び出しなさい。さあ、どんどん未知なる世界と出会うのだ。ドキドキ。何これ。ガールミーツワールド、今夜10時、ディズニーチャンネル。私はケイシー。ダンスが得意な女子高生ケイシー。彼女の正体はなんとスパイ。ティーンのスパイって聞いたことない。華麗なダンスのように捕まえる。極秘任務を遂行する。すごい。だが調子に乗りすぎると。それいけ。失敗。ちょっと失敗しちゃった。ティーンスパイケイシー、今夜10時30分、ディズニーチャンネル。またまた始まるよ、ラプンツェルザシリーズ、ディズニーチャンネル。まだまだ続くよ、ガールミーツワールド、ディズニーチャンネル。1分でわかる、アクババスタースターバタフライ。魔法修行のために地球にやってきたスターバタフライ。魔法の国のプリンセスやね。空手少年のマルコと出会い、はちゃめちゃな魔法修行の毎日。恋だって絶好調。男、しかし宿敵は俺様なもんや。宿敵ルードや。壊すんや。強敵トフィーとの決戦で魔法のステッキが真っ二つ。俺様と来るか。ステッキを手に入れたルードに大切な魔法の本も奪われちゃった。素晴らしい。そして故郷のミューリでは、スターに言うとけ、ユービーを取り戻しに行くと。今新たな物語が幕を開ける。バイバイ。アクマバスタースターバタフライ新エピソード、1月27日朝10時30分、ディズニーチャンネル。次回のアンディマック新エピソード、気になる内容は。人を好きな気持ちって止められないんだね。絶対に両思いにはなれないんだって分かってるのに。アイリスが君を好きだって。やった。誰それ。じゃあ4人でダブルデートするんだ。デートじゃないよ。サイラス、アイリス。遊びに行くだけ。君ピンチみたいだよ。呼び出し。何をしたの。2人とも信じられないと思うけど。うわ、あれバフィー。連続ドラマアンディマック第5話、それぞれの問題、29日夜9時初放送、ディズニーチャンネル。ヴィランズの次はゾンビーズ。ディセンダント、ディセンダント2のディズニーチャンネルが送る、ゾンビが踊ってなぜ悪い。ゾンビーズ、この春日本上陸。ディズニーチャンネル、またまた始まるよ、ガールミーツワールド、ディズニーチャンネル。